はい、坂井君、こんにちは。こんにちは。なんか一時の勢いがなくなったような気がするけど、どうなんだい？いや、もう勢いもともとなかったっす。なんか一時はさ、もうダッシュキレキレでさ、ね、なんかメンバー見ても、あ、ここ行くんじゃないかみたいな雰囲気あったじゃん。いや、その時期ありました。なんか最近少しこう落ち着いちゃったかなみたいな。ちょっと頑張りますね、勢いをちょっと取り戻します。で、今回ほら、一応地元でしょ？はい。やっぱ地元だと気持ちのうちも違うんじゃない？まあでもいつも通りですね、はい。練習はやってるんでしょ、ここで？あ、はい、やってます、はい。ね、で普段練習やってるバンクだと、はい、まあ、当然仕掛ける場所とか、そうですね、はい。ね、まあ、どこで行ってもちょっときついかなとか、そうっす、分かってるだろうし、はい。ね、そこら辺りしっかり考えて、はい、しっかり考えます。ね、まあ、やっぱり持ち味はダッシュ。そうですね。そこら辺は。持ち味は正直ないんですけど、まあ、強いて言えばダッシュ。はい、だからその辺は意識してやっぱ練習とかしてるの？はそうです。あとはやっぱ足りない、まあ、素足の方を補うようには練習してます、うん、だよね。当然ね、好きなっていうか自分の得意な練習は一生懸命やるけど、やっぱその弱点というかそこはね、補うようなトレーニングしないといけない、ね、はい、意外とやりたくないもんね。そうですね、はい。我慢したくないとか。まあそうですね、苦手ですね、うん、スプリンターはそういうとこ、はい、ね、もうよくわかるけどさ、それは。ただほら、やっぱり同県で頑張ってるやつもいるじゃない。はい。一緒に練習したり。はします、はい。ね。そうすると、やっぱり練習でも負けると悔しいでしょ？悔しいですね、はい。ね。やっぱそれがなくなったら終わりだからね。はい。それを今度本番で出すと。はい。ね。うん、今回は、なんか、心にきすものは当然、ある。そうですね。しっかり頑張ります。ね。まあ、これ、地元だとさ、知り合いとかも多いし、最近はお客様はあんまり現状来ないけど、やっぱり知人とか来るでしょ？は、まあ来ると思います、はい、ね、空いてれば。そしたら当然ね、頑張れって声援はあるんです。そうですね、ちょっといいとこ見せたいですね。ね、かっこよく走っておかないと、はい、プライベートに戻った時に、はい、なんだあれはとか言われちゃったら嫌じゃない？言われちゃいますね。確かに。まあ、それも含めて、はい、ね、じゃあ今回にかける思いを。そうですね、一戦戦しっかり、仕掛けるタイミングがあったら仕掛けたいと思います。仕掛けるタイミングは作んなきゃダメだよ。はい、作ります。ね、あったらじゃなくて、はい、自分でそのタイミングを作っていくんだよ、はい、そうですね、ね、ごもっともです。相手をそういうふうに走らせるのも必要だから、はい、それが位置取りだったりとか。そうですね、ね、自分が先に動いたりしてそういう位置を取ると、はい、で相手にそういう走りをさせるっていうのも必要だからね、はい、それしっかり考えて。はい、しっかり考えます、はい、頑張って。はい、はい、ありがとうございました。